さあ青番周回2センターから4コーナーに向かうところ、この体型1番の針野からレース動かしてくるんでしょうか。先頭変わらず4番の岸沢で、追走が吉田、3番手小林、さあそして残り800を切ったあたり、ゆっくりと1番の針野が車を上げてまいりました。3番手2番手と車を上げて1番の針野、針野が抑えていきますが、いやここは岸沢が突っ張っていく、前行きから関東勢が突っ張っていって針野を出させません。先頭変わらず4番岸沢で金が入って3コーナー、さあ内を見ながら4番の岸沢がこの辺りはしっかりと針野の動向を確認しています。4番の岸沢先頭変わらず追走が吉田、3番手が小林圭介、一方1番の針野は4番手、最終周回に入りました。風を切るのが岸沢健太、追走吉田、3番手には2番の小林変わらず、さあそして4番手1番の針野、今日はまくりに構える展開、ちょっと縦長な展開になりました。針野がまくっていけるかどうか、飛ばす4番の岸沢健太、そして4番手ようやく縦に踏んでいく1番の針野なんですが、なかなか車が伸びていきません。内をついて3番のタッチ、4コーナーを回ってくる、先頭は岸沢、岸沢番手から最後は5番の吉田博正。